どうもこんにちは、看護師鶴です。今回はですね、初めて僕のチャンネルで動画が削除されました。妹のテレビに出演した時の、まあ、予告動画というかね、1分ぐらいの動画なんですけど、あるテレビ局のスタジオでスタジオ入りして待ってる時間が長かったんですよ。で、その間ちょっと妹の心境とかそういうの撮影してね、スタジオの廊下とかを歩きながら、打ち合わせミーティング始まるまでの、動画を撮影したんですけど、もちろん許可取りました。妹の担当をしている AD の方に、スタジオのスタッフとかが通った時はもちろんそれはカットして、ほとんどもう妹とその演者の方たちで、映った演者の方たちには許可取ってるんで、何も著作権侵害してるはずないんですよ。やのに急にね、動画開けたらこれは著作権侵害で削除されたという風に言われたんで、 LINE の方で聞いたんですけど、既読スルーということで、僕のチャンネルに傷がつきました。別に何もね、テレビの映像を映してるわけでもないんで、はい、ちょっと納得がいかないなというわけなんですけど俺のチャンネルに、俺のチャンネルに傷がついた3アウトでアカウント停止なのに、もう1アウトや。正直まあテレビ業界のことは多少なりとも知ってるけど、俺も芸人やってたからグレーとは思ってたよ。けどお前らは真っ黒ダークやったな、ほんまに漆黒や。3アウトで俺の今までの1年間の苦労が水の泡なんで、な、何の著作権侵害したかをちゃんと明記して連絡してこい。聞いてるか佐竹、お前もテレビ局もみんな真っ黒や。せめてグレーであれよ。なさだけ。ブラックって言ったら、漆黒や。漆黒って言ったら、花の刑事漆黒。ブラック知ってるか？そのぐらい、お前らは真っ黒ってことや。それでも売って、ちゃんと心をきれいに洗い流して、もう一回俺に連絡してきてくれ。頼むぞ。妹のことは嫌いになっても、俺のことは嫌いにならんといてくれ。な。看護師鶴でした。